Hi friends, Jochin here. 今まだ大学院の期末期間なんですけど、なんか今日大学のキャンパスの方でフリーフードが配られるイベントが7個ぐらい8個ぐらいなんか大量にあるみたいなんで、それを目当てに今日はキャンパスの方に来ました。でついでにどっか空いてるところで課題していこうかなって思います。近づいてくるんだが、めっちゃ後ろ池なんだけど、大学のキャンパスです。うわ、太陽テリテリ。もうね、持ってる課題がエッセイなんだけど、書きにくいところで途中で止まっちゃって終わったって感じなんですけど、なんとかやってきます。ありえない、ありえない、ありえない、来た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 。これマジでもう、てか今学期初めての現地のキャンパスでの期末期間なんで、なんか改めて新鮮っていうか、なんかまた違った感覚で楽しいです。楽しくはないと忙しいです。で今日やってるそのフリーフードのイベントも期末期間だからみんな忙しいでしょみたいな、なんかそういうのを配慮してくれてそのイベントが開催されるみたいな感じなんで、まあ学生思いの大学だと思います。このイベント自体が3日間あって、で今日その1日目なんですけど、3日間全部僕は参加します。なんかすごい匂いがディズニーランドのキャラメルポップコーン売ってる場所の匂いすごいするんですけど、やばーお腹すいた。今日はこのイベントに参加してフリーフードを勝ち取ります。本日1個目、いっぱい無料、お茶ももらった。1個目ゲット。次は大きい広場の方でなんかもらえるらしいんで行きます。めっちゃええ匂いする。やばい、もう匂いがディズニーランド。キャラメルって、キャラメルって幸せだよね。無料？無料じゃない、無料じゃない、何やねん。でもあの1ドルディスカウントとかある。あ、本当だ。いや1ドルだけかい。あれも無料？あれ無料じゃない、何やねん、マジ。なんか今来たんですけど無料じゃなくて有料でした。悲しい。あのポップコーンも無料じゃなくて有料でした。悲しい。私は買ってないんですが、友達が買いました。色やばくない？怖すぎない？ Hi, can I have one classic? Yeah. Just $3. Yep. Have a good day. Thank you. Thanks. ディスカウントされました。風風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 風、いらない。風風風。何もできない自分。サムネ撮りたいんだが、いろいろやらせてごめんね。時間、君の寿命を無駄にしちゃってごめんね。溶けます。 I'm from Tokyo in Chiba. Oh, Tokyo. Yeah, I had been living in Tokyo for just 4 years, just to complete my bachelor's degree. Oh, Tokyo. Yeah, but my hometown is in Chiba. Chiba. Yeah, next to Tokyo. I know some, like Kyoto, Tokyo, I don't know. Uh-huh. Nagoya. Nagoya, yeah. Yokohama, yeah. Yeah, Yokohama. Are you originally from here? Me? No. My originality is Turkish. Oh, Turkey. Oh, okay. 今、図書館に行って勉強しようとしたんですけど、席がなくて、またちょっとキャンパス内をさまよってたら、なんかまた今ぐらいからお茶が配られるみたいな感じなんで、もらいます。多分ここでもらえる。いや、もうなんかやっと期末も終盤にかかってきて、本当にあと課題1個だけなんですけど、いやなんかその最後の1個がちょっとめんどくさくて、早く終わらせたい。でも一応もう単位は全部確保したんで、あとはどれだけ出席を伸ばせるかみたいなところです。こっちの人はすごいみんな話しかけてくれるんで楽しいです。今からお茶がもらえるみたいなんでもらいます。ここに座って勉強します。待って、最高。ここ座ったら勉強できなくなった。困ってます。めっちゃ曲がビート、もう勉強したくない。ホットチョコレート。Can I get hot water? Do you want a spoon? Oh yeah. This is a cool camera. Thank you. ホットチョコレートもらいました。やばい、めっちゃいい匂いする。ポップコーン値段がね、1バッグで7ドルみたいな、1バケットで12ドルみたいな、ちょっと高いんだよね。なんでちょっと諦めます。やっぱり買います。 Hi, can I have one bucket of caramel? $12, thank you. Yes. いや、取れない。取りながら話せない。キャラメルバケットゲットしたよ。ここハゲてる。何やってんだろう。なんかお墓、あ、ボーリングな、何。ああ、最高。全然向かないよ、こっち。誰も見てない、並んでる人も誰も見てない。
なんかこれはクレープ屋さんなんだけど、やっぱり値段が高え。待って、やばくない？これね、大学の中にあるボバティを作るマシーンで、このマシーンの中に人がいるかと思いきや人がいなくて、やばくない？なんでこのボバの自販機でなんか頼もうかなと思います。メニューはこんな感じで、なんか意外とまあ普通。やばいやばい、緊張する。Pay now. Please tap your card to pay. あ、なあ、便利ね。あ、すごくない？めっちゃ人間みたい。で、あ、オレオ入れてる。あ、ラッピング？すげえ。やば。で、すごっ。タピオカとか原宿ぶりなんだけど、ボバティー、久々のボバティー。混ざってない。あ、うまっ。なんか中にオレオクッキーが入ってるんですけど、これが美味しい。で、なんかタピオカだと思ったらアロエ入ってんだけど、こんな注文した記憶ないんですが、タピオカじゃないんかい。これ飲みながらただやります。試験期間なのに結構のどか。こういう風に学生にストレスを発散できる場を提供しているのが、こう独特の感じでいいなと思います。日本もこういう風にすればいいのに。なんか今課題やろうとしてネットに繋いだら、ネットに繋がんなくて、多分なんかみんな同じ建物で PC 開いて課題やってきたら全然繋がんなくなっちゃって、やばい。これずっとくるくる回ってる。一旦勉強終了したんですけど、今からまたフリーフードをもらいに行きます。いや、やばい。今書いてるエッセイが1時間半ぐらい集中して書いたんだけど、今読んでる文献が結構難しくて100字ぐらいしかエッセイに書けませんでした。まあでも1日ちょっとずつ進めていく派なので僕は全然いいんですけど、もう今書いてる部分が結構楽しい部分で楽しいです。やばいよね、建物綺麗じゃん。すごい綺麗。ハリーポッターに出てきそうな。なんかいつもよりも賑わってる。また今日もこの列に並びます。もらいました。めっちゃ多めなカレーでウレピオ。なんかバーベキュー系の屋台が、こっちもジャパニーズスタイル。でも無料じゃないんだろうな。大学院のプログラムでオーストラリアの企業に1学期間だけインターンをして、それで単位をもらうみたいなプログラムがあるんですけど、なかなかそのインターン先がまだ見つかってなくて、で今その大学の人にメールしたりしていろいろ助けてもらってるんですけど、期末との両立がもうめちゃくちゃきつくてちょっと諦めかけてるんですけど、しかもそのアプリケーションの締め切りが今月末が結構やばいんですけど、でも今メールして、この企業にメールしてみたらみたいなアドバイスもらったんで、ちょっと一回勉強を頑張って終わらせて、この企業にメールしてみようと思います。今週中になんか進展がないと、もうそのインターンはなしになっちゃうんで、頑張ります。はい。Just begging for my YouTube channel. Yeah. Yay, popcorn. Yeah. たくさんもらった。はい、ということで一旦勉強終わりました。では今から夜の7時からとある場所でホットチョコレートとかコーヒーとかがまた無料で配られるみたいなんで、それもらいに行きます。ちょっと寒い、やっぱり。あ、最悪。クソ並んでる。めっちゃ並んでる。うわ、レッドブル配ってる。いや、レッドブル。最悪。なんか今注文したんですけど、これだけの数を待たなきゃいけないみたいで、やばい、めっちゃ待つやん。もう今並んでるだけで30分ぐらい待ったんですけど、またさらにこう出来上がるのに15分ぐらいかな。多分そんぐらいかかると思います。しかも結構今外寒くて、こんな少ないホットチョコレートのために寒い中並んで待って、ネガティブ思考になってる。まあでも待ちます。やばい、めっちゃ寒い。まだめっちゃあるんだけど。もういいわ、ホットチョコレート。もう帰りたい。 Hey, it's me. Thank you. やっと手に入った。並び始めてからこれ受け取るまでに45分ぐらいかかってる。ああ、多分これ売ったら4ドルぐらいかな、オーストラリア価格で。あったか、うまっ、おいしい。ってことで帰ります。この期末が終わったら、こっちの現地の友達とクラブに行ってお酒飲む約束をしてるんで、もうそれが今から楽しみすぎて吐きそうです。もう久しくお酒飲んでないんで、って言ってまだ1ヶ月ぐらいかな。お酒たくさん飲みたいです。酔いたいです。遊び踊りたいです。叫びたいです。イケメン捕まえたいです。彼氏欲しいです。恋愛したいです。あー、やばい、楽しみすぎる。もうとりあえずあと1個の大きな課題と期末試験、その2つは無事終えていきたいなと思います。
いや最後にこの動画がいいなって思ったら高評価とチャンネル登録をしてくださると嬉しいです。あとインスタとツイッターもやってるんでよかったらフォローお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Lavender, yeah, I like lavish things, yeah, we are lavish things, yeah, let me lather you, yeah.